暑。はよう。こんばんは。ちょっと暑すぎて喋られへん。勉強じゃないけど、勉強か。なんか自己分析みたいなやつあるからそれやる。追加の申し込み。今回使いやって追加ないな。もう追加も言われへんぐらい疲れてるわ。なんか諦めてもうたら言う気力なくなるわ。もうなんか無理やな。夏休みやな。今日はなんかバレーボール大会みたいになった。授業でプールなんかないよ。 1,2 年はあるけど3年はないで。
10期の情報私何も知らんねんけど、もうすぐやなーとか受付期間も知らんかったし。昨日練習しててさ、なんか誰か来たから全然知らん人やと思ったから10期かなと思って、おはようございますって言ったらレイポンやった。待って、東京の人だったらまた来てんけど、名前こんなんやったっけ。もろ疲れてる時に来んねんな。まあしゃあないか。今日なんかバレーボール大会みたいなのがあってさ、私は出てないねんけどさ、見ててめっちゃ疲れた。おもろかったけど、なんか男子とバレー部みたいな時があったから、男子に一緒なんかあだ名つけてて、頭ネギ来たみたいな、まあもっと来たみたいな言って、友達草なんやけど、草ちゃんと喋ってて、でバレー部のめっちゃ仲いい友達がおるから、その子が来たらバーってやってたら、クマさんにバレてた。振ったら写真出る。え、そんなタイプやったっけこれ。玉ねぎとまあもっとショールームで上に注目。へー、興味ない。うん、玉ねぎなんかな、なんかの学校の帰り道に一回だけめっちゃ玉ねぎみたいな髪型の子がおってん、誰と思ってたら、その子やって、今日おった子やって、あの子は玉ねぎやって言って玉ねぎになった。で、あーって叫ぶ子がおったから、まあもっとって言って、あとは生徒会長がおってんけど、生徒会長はおもんなくてなんもないから、なんかボールの打ち方がほーってなって肩で打ってたから、生徒会長型になって、んで、あとお昼休みになんか野球ボールみたいなの持ってて、でそれがでポンポンってして遊んでてんけど、男の子がそれがシューンって足の下を抜けていって、はーって追いかけていってんのがめっちゃおもろくてつぼっちゃったから、私が、だからボールヒューンくんを略してヒュンヒュンになって、ヒュン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 って言って遊んでた。来たヒューンって。でもヒューンめっちゃ失敗すんねん今日、調子悪いよ。で調子悪かった、またシューンミストでヒュン頑張れ言ってた。喋ったことないねんけどな、生徒会長とマーモット以外喋ったことない。初めましてくらいで玉ねぎとヒューンって言ってる。で割とさ、もう静まった時に間違えて、来た玉ねぎとか言っちゃってさ、バレてないか心配。ペンギン売ってたで、ジェットクソやった。私らにあんな、なんかキャーとか言ってたくせに、ほうってダサすぎやろ。私がどっちで逃げる時にほんまになんかこうなんねん、それを見つけて真似してたくせに、ガニ股のカエルみたいなんで、おいってダサすぎやって。しかもブロックとかの時にめっちゃ足開くからお腹見えてんねん。ちっしょ、誰が利益やんねん。誰も得せへん、ペンギンのお腹見でぽよぽよって感じ。なんか触ったら表面冷たそうなお腹してた。触ってないから知らんけど、手足短いから球技苦手。短い関係ないじゃん、そんな。だってミオチカってめっちゃ長いけど苦手やん。ワンコの出演ないです、普通に考えて。いや今ね絶対ないですね。
東京やったらあの人消えた。ない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 。でおったらもっとポコに語りかけてるでしょ。やし、この体勢で配信してるときに、うん、絶対見せたことないで一回も。ここ自室やから。リビングでやってるときに、え、東京来た？ほんま？東京来た？え、と、あ、おった。見逃してた。普通に東京の温度教えてくれた人もった。関西じゃ我慢できないと思う。例年40度超えあったと思うんですけど、っていうことは大阪の人は一回40度超えの時に溶けたということですね。なるほど。理解理解。自己評価とかないねんけど。32だる。そういう時もある。めっちゃ久しぶりにクマさんと喋った。老いたな。やっぱり人間って老いるんやな。老いないものかと。いやー、あの速度で老いてたらもうあれやで、成人式にはもうおじいちゃんやで。こんにちはおじいちゃんっていうレベルやで。扇風機で頑張ってる。えぐ強すぎる。生暖かい風しか送られてこへん扇風機って。じいちゃん大丈夫、ここダンスあるよ、ありがとうくらいの会話しかできんくなってるやん。確かに溶けて復活してきてる。天才やん。復活入力尿力って、もうあかんわ。老人好きっていつの情報やねん。でどこの情報やねん。しかも老人ってほんまにな、エアコンちゃんとつけて熱中症になるから。おじいちゃんおばあちゃんってエアコンつけへんからやばいよな。ほんまに倒れんで。今日さ、先生らのさ、なんか対決みたいなのもあってんけどさ、先生ら対男子だから、その玉ねぎとマーモットと、あとヒューンと、何だっけ、生徒会長方と、なんかいろいろそれ以外の人ら無名もおんねんけど、その人らと集まってやってて。いや、ペンギンはまだ若いよ。フルフル先生も若いで、他の先生もまあまあ若い、まあ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 って感じだった。全然若いなって思ってたけど、クマさんが多分あの試合の中では一番年上やったから、ちょっと腰が気になりましたね。大丈夫かなと思って、ほんまにまたギクってなれへんかなとか思って。怖かった。大丈夫ってずっと言ってた、あの聞こえへんとこで。んで、そうで、なんか一回ボール取りに行った時にフルフル先生かなと接触してめっちゃこけてん、クマさんが。大丈夫と思って、なんかもう明日起きられへんくなってたらどうしようと思って。まあ関係ないけどな、自分に。よかったです、最後まで怪我なく。よかった、ほんま。でも後輩と接してる時のクマさんってなんかあれ好きじゃないな。なんかって感じ。劇場のさ、叫び動画は親近感。元気ない？じゃ普通に疲れてる。なんかほんまに最近ずっと疲れてる。今日体育動かれへんかったもん。高跳びやったんやけど、ほんまにしんどかった。気持ちからも来てる。うん、夏バテって絶対言われると思った。それもあるやろうけど、
多分なんかな、朝のな気持ちがなちょっとな、うん、なんか最近ずっとメイランように頑張ってたけど、割と今日押され気味やったから、その元気な自分が、だから無理して多分体育で元気にせなってやったら、もう多分気持ち持てへんなと思ったから休んだ。で違う言うてんのに夏バテかって言うてるしな。まあそう思っといてくれたらいいよ、多分分からんと思うから。うん、朝なんで疲れててんけ。普通に眠不足なんもあるけど、何だっけな、いや配信はせなあかんや、終わろうとしないこの人どっち味方かめっちゃ気になるわ。お絵描き申し込んだ、お話し会の話かな。お絵描きとかあったっけ、お絵描きとか言ったっけ、土日かな、うん、寝れへんのもある、なんかだからな、うん寝れへん。今日の地震？地震なんかあったん？そうなん？やば。全然知らんかった。違うやつだよ。あら、ありがとう。8月。最強を目指そう。かわいい。あれはどういう最強なの？ご飯は食べてる。私は別に、うん、眠りが浅いですね。夢は絶対見てるし、寝入りが寝つけへん。なんか携帯置いてんで、ちゃんと見てなくても。いや次の日の投稿するものの準備はせなあかんから、ある程度は触るけど寝たいから、普通にだから極力置いてるけど、うん、寝つけへんな。そう、アンジュさんのその最強になりたいはほんまに主語がないのが逆にいい味出してて好き。かわいいわ。だってな、どういう意味かわからんけど、とりあえずかわいいのだけは伝わってくるって感じがめっちゃかわいい。ほんまにペラってなってんの気になる。大丈夫大丈夫大丈夫、明日は金曜日や、ペンギンの授業が1時間目にある。気分上げよう気分上げよう、大丈夫大丈夫。そう、それが可愛いね。アンジェさんは主語がないくらいがちょうどいい、でなんてなんてってなるくらいが可愛い。試験？定期テストの話？寝る前の読書？そんな暇ないかも。全然そんな暇ないかも。さっきからこの人何言うてんの？急に金子さんの話しだしたんけど。そういう時期かな。人と違うこと言いたいねんな。わかるわかる。そういう時もあるよ。ああ定期テストの話か、終わったね。そう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 、かわいいアンジュさん。エルビー見たことある、なんかの時の何アーカイブみたいなさ、なんかたまにあるやん昔の公演の。なんか今日不明なコメント多いよな。これはいろんな人が集まりやすい時間なんかな。
ええやん、ええやん。視聴率上がってるやん。幅広なってきてるやん。真鍋さんがおもろかった。かわいい。何言おうと思ったっけ。あ、寝る話か。そうだね、焦燥感だね。なんかな、そうやな、大半は焦燥感が占めてるかも。TikTok を見て好きになりましたって。あら、どの動画やろう。TikTok はなかなかぶりっこしてるからな。なかなかぶりっこしてるけど、割と大半の人に見られてんのが気まずいねんな、知人に。しかもお姉ちゃんに常に監視されてるから、ちょっとこれは危なくないかなって LINE が、いや連絡来たらすぐ消す。一回だけ消した。で削除しましたっていうのを画面録画しといて、で送りつけた、消しましたって。いや、私もちょっと迷ってて、気まずい。もう多分ペンギンのおすすめには流れてないと思うからいいけど、なんか久しぶりに喋る友達からなんか TikTok 見てるでって言われたら、ああ気まずい気まずい気まずいと思って、ああ全然気まずいってなってる。ありがとうって。気まずい気まずい気まずい、みんなみんなみんなと思ってる。まだ X くらいやったらいいよ。今隣の男の子はさくらのツイッターたまに流れてくんねんなみたいな。これ誰かと思ったらさくらやーってなんねん。ありがとうって感じなんやけど、まあまあまあ X はいいですよ。そんなまあ変なこと言ってる時じゃなければ別に、ショールーム始めますみたいなやつやったら別にいいし、おはようございますみたいなやったら別にいいし、いいんですけど、もうみんなみんなみんなって思ってる。バレてるよ。あ、拡散はしてほしいんですけど、もう気まずいのはしょうがないんでね。昨日さ、あんなにさ、もう私は頑張って切り替えるんや、今日からもうペンギン卒業するんやくらいの気持ちでさ、あんな気合い入れてたのにさ、今日全然遊びに行ったわ。やっぱりなんかもう流されやすすぎる黒島。いいけど、いいけどな、いいんですけど。アイドルやったらっていうのがもうまず気に入らん。なんかアイドルやから何って職業やん、ただの。アイドルやから好きとか、やっぱり好きじゃないかな。だから私は、なんか、私がアイドルじゃなかったら、どうなってたと思いますかみたいな、たまに聞くときある。その人が、なんやろ、自分のことを本質的に大切にしてくれてるのか、アイドルやからっていう仕事があるから、それがすごいなって思ってるだけなのか、なんか区別したいから私は聞くようにしてるかな。だって別にアイドルってただの仕事やし、アイドルやから何って感じやし、アイドルはアイドルでもな、
渚さんと黒島はアイドルは共通してるけど同じレベルですごいかって言われたら普通にそうでもないから、一括りにしては幅が広すぎると思うでっていつも思ってる。別に可愛いと思ってくれてもいいけど、アイドルであることが集合になってしまったらなんかあんまり嬉しくないかな。たまによるね、アイドルであることが好きなやつ。小学校の時全然仲良くなかったのに活動始めてからめっちゃ連絡来るとか、見てるで TikTok ってまた遊ぼなとか連絡来るけど、自分の仕事が好きなだけやったら他にオタ活してきたらって感じだからいいんですけどね。全然全然私は喜んでないかな。まああるって分かってたから別に衝撃ってわけでもないし何も思わんけど、別に何も思ってないねそこには。ただ自分のことをちゃんと考えてなんか大事にしてるのか、この仕事ゆえに大事にされてるのかが分からなくなったら嫌やから直接聞いちゃう。もうどうだと思いますかってなら、なんか別に変わらないですよって。それアイドルやったから悩みも多いし大変なことも多いから相談乗ることもあったけど、でも別にアイドルかどうかは関係ないですよって言ってくれる人じゃないと仲良くできないよねとは思ってる。いや私が今言ってたそのめっちゃ連絡来る子は女の子、元旦とかにも遊ぼうねうんって返してた。うん、そうだな。全然仲良くなかった小学校の時の音楽の先生からサイン求められたもん、生写真買って。全然仲いいことなかったけど、まあまあ全然いいですよ。ライオン先生も今サインしたな、懐かしい。あれは覚えてるわ、あれはめっちゃ覚えてるわ。わざわざ色紙持ってきて。全然いいけどな、そ卒業とかにそのやつじゃないん、1年の夏でやるかそれ。全然いいけどな、あのライオン先生は全然嫌いじゃないから。しかもアイドルであることが主語になってないし、多分本質的に大事にしてくれてる方やと思うから全然いいねんけど、全然いいねんけど、それを1年の最初にするんだねって思ったよ。全然いいけどな、全然いいけど。1年の最初やからまだ入りたてやしな、何もしてないや。夏コンすら多分終わってない。夏コン終わったかな、夏コン前後くらいやからほんまに何もしてない、ほんまに何もしてないのにな。それでええねんな。あーメンバーから私求めてた側、ボムの最初の撮影の時に全員分集めたくて、あと誰やったっけ、まこちとさかたんとかやったかな、がまだ書いてもらってないけど、それ以外はみんな書いてもらった。書いてもらっといてよかったって思ったから、誰かが卒業するまでには全員分書いてほしいなって思ってる。ライオン先生そうやな、アイドルとか好きやな。アイドルがっていうよりなんかアニメとかも好きやねん、そういうのが好き。で別に下心でとかじゃない、応援って感じだった。うん、記念になる。集めてんねん。そんなオタクっぽいな、どちらかというと。オタゲーしてた、何時やったっけ、プリキュア踊ってた、めっちゃおもろかったほんまにおもろかっためっちゃおもろかったな。手足細長いからさほんで顔ちっちゃいからさめっちゃおもろかったな。もう一回私は踊ってたよ
ほんまにおる。ちょっと衣装着せたいわ。作ってあげようかな、採寸して。ライオン先生はクマさんとリス先生の間。うん、なんかな、先生らってそれめっちゃ言うよな、なんか教え子で有名人みたいなのめっちゃ見え張って言うよな。クマさんとかな、多分そっちタイプやな。なんか別に自分がアイドルやって告発した時もそんなびっくりしなかった。あーそうなんやって感じだったし、慣れてるんやなって。ひよこ先生に可愛い衣装めっちゃ嫌や。なんかあんな可愛い先生をそんなものを着せたくないわ。なんかいや、アイドルっぽくはない、ふわふわ、なんか普通の私服が似合うタイプ、アイドル系ではない。それやったらペンギンに着せるわ。もう同い年やしな、誕生日1ヶ月違いやしな。新紙幣、ゲットしてない。何でもいい、あれいつもらうんやろ。そもそも私お金を使う時があんまりない。人の誕生日プレゼント買う時とかは使うけど、別に何もないねんな。5段階評価とかないって。国語あと10分や、やばい。国語とりあえず自習を頑張った許可に自習を頑張りましたって書こう。なあ、しんどくなった、思ったよりあった多分。あ、まだ入ってた。電子マネーと現金、分からん。現金、電子マネーでいけるんやったら電子マネーがいいけど、なんか割り勘とかすることがまだ多いから現金かな。ペピで送るわって、地元の子はなれへん。え、知らん、社会嫌い。顔は出てくる、なんかおじちゃん。年B でも別に。シャーペンのし大丈夫です。ないねんけどな、ほんまは全然ない。講座、渋沢さん、渋沢さんは何円。はぁ、書けないんですけど。あー、うざい、やめよう。自販機、私自販機使わん。公園の劇場の自販機なんか使わん。私多分まだ使ったことないで。多分全部芯入ってないねんな。これは入ってんじゃん。よし、だがしかし危ないから消しとこう。
自販機使えへんから分かれへん何入ってるとか。そもそも私ジュースとか飲めへんからさ、水一本持って行ったらいいかって感じ。公園の時は2本、2本にしたらなくなることないやろ。だから入れてもらうとかがないから。そうしてる。久しぶりにクマさんと喋ったな。何喋ったっけ。だけな。なんか喋った。ね。何やったっけ、何喋ったっけ。クマさんちょっと待ってな、コメントが目に入ったらほんまに思考が進まない。ほんまに何喋った、ちょっと待ってな。記憶から消されてる。そもそもこの話ショールームでした。あれ今日何があった、やばいやばい。特に話してない？あれ？いやどこで会ったか覚えてんねんけど、なんか喋ったっけと思って。まあ全部学校帰ってきてからメモしたから、そっから切り抜いて投稿するけど。いいわ。今日給食中にさラジオかかっててんけどさ、それのなんかゲストみたいなのがさクマさんやってさ、なんかシナコっておるやん、アートグフ。シナコっていう、まあ、調べてその人はおきなこって言ってて、もうやばいおじさんって思ってて、もうやばすぎる、これはおじさんやわって思って、でなんかそうなんだ。もただめっちゃおじさんって思うとこがあって、なんかもう給食中やったのに鳥肌止まらんくて、もうなんか寒なってきて、でもそれを友達に共有したいけど離れてるから。もうやばい鳥肌と思って、やばかった。シナクワールドって検索してみて、なんかめっちゃ枠のやつ出てくるから。うん、TikTok とかで調べたら出てくるんじゃん。あと4分ランキング見ます。13位、ハルさんありがとうございます。12位、オレオズさんありがとうございます。11位、ポンさんありがとうございます。10位、ゴシゴシさんありがとうございます。6位、ニョロニョロさんありがとうございます。9位、8位、マチカネクキタルさんありがとうございます。7位、マキコさんありがとうございます。5位、セイくんさんありがとうございます。6位、セイくんさん。5位、小さな声のメロディーさんありがとうございます。4位、佐藤くんさんありがとうございます。3位、かまかりさんありがとうございます。2位、 N2F さんありがとうございます。1位、だてちゃんさんありがとうございます。よし、やばかった鳥肌。もう一刻も早く友達に共有したすぎて、もう給食の手が止まりそうやったから頑張って耳を塞いで食べてた。もうやばかった、ほんまに鳥肌。寒かったもん、暑いのに。もう耐えきれんくて隣の子に言った、
もうやばい、クマさんがおじいさんになってるって言って、ほんまにやばい、頭がかえるわ。もう鳥肌やったもん、ご飯一生懸命食べてんのに、やばい、もう足がもぞもぞしてきて怖いわ、ほんま。もう見てない間に老化しすぎやろって言うてもうた。ローグマさん、あー明日体育あるわ。クマ G の方がいいな、クマ G にしよう。ペンギンももう成人式の時とかどうなってんやろな。だって今から考えたら圧倒的にじいさんに近づいてるわけやん。やばいねんけど、はよ会いたいわ。会った時泣くかな。だから今からそんなこと考えてもしゃあないねんて。さよなら。別にそんなおじいちゃんでもないけどな、前から比べたらってこと。じいさん全然いいねんけどな、いいねんけど、びっくりしたってだけ。さよなら、おやすみなさい、行きます。